軍監督、マサは最高だよ。吉田正尚がついに爆発。レッドソックスの吉田正尚が12日のアスレチックス戦に6番 DH で先発出場し、4号ツーランを含む4打数3安打4打点と爆発した。吉田は初回、西満塁で相手先発ルイス・メディナからライト前に運ぶ先制の2点タイムリーを放ち、さらに6回の無四一塁の場面では2番テニュラーの速球を右中間へ叩き込んだ。吉田は直近の9試合では打率3割6分4厘、33打数12安打、長打率5割1分5厘と調子を上げており、その勢いによりチームは5連勝中と絶好調となっている。高良監督も、ベンチ、クラブハウスでもみんなに好かれている。マサは最高だよ。彼は私たちの勝利を助けてくれる。と称賛した。ここ最近の成績なら使わざるを得ないよな。高良監督とは不仲や信頼されていないといった噂もあったけど、さすがに評価してほしい。宿敵ヤンキース相手に2点差の9回にアウトで2ストライクからの同点ホームランは強烈だった。現状はまだまだトレードに出される瀬戸際の選手なんよ。ここからが本当の勝負。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。